ベースのソロがまた良かった。ドラムソロも良かった。今夜のインストナンバーっていうのは大体この曲なんか特にあのダンスナンバーなんで。ああ、そうですね。きっと聴いてると踊っていただいたらね、いいですね。感じなんです。次後半の方は、はい、青木さんのオリジナルの曲をやるのでございます、はい、優しい風というね、はい、その前に、はい、ちょっと静かにね、はい、今あの NHK の朝ドラのおちょやんというやつの、はい、去年の12月半ばぐらいにあの歌いました。そうですね、カチューシャの歌、はい、カチューシャの歌というね、松井須磨子が歌った歌、はい、これが大正3年1914年、ちょうどその頃アメリカの方ではですね、WC ハンドのセントルイスブルースが初めてレコーディングされた時だそうでございます。このセントルイスブルースがアメリカでレコーディングされた時に、日本ではこのカチューシャの歌うん、インストじゃないよ、アカペラでちょっとワンコーラスだけやって、はい、それから優しい風にいきましょうか。はい、そういたします。はい、お願いします。カチューシャかわいい別れのつらさ、せめて淡雪溶ける窓、髪に願いをならかけましょうか、ならかけましょうか。Thank you.
ありがとうございます。青木美香子さんはこのところですね、連日歌う場所がありまして、昨日はね、阿部のハルカスというスペースナインというね、ホールがありまして、そこでお歌の方、3ステージ18曲お歌いになった昼間ですよ、昼間、朝の11時から、明日も実は阿部のハルカス、昨日はこのピアノの太田さん、明日は私のポンコツ楽団で、ちんどんのバンドで歌わせていただきます。明日も3ステージお願いします。はい、こちらこそ。